はい、次にバンクシャーですね。もう一本刺します、まあ、今度はちょっとこう寝かしていきます。これも表裏をちゃんと見極めて、こっちとこっちもうこれは明快ですね。こっちとこっち、さあどっちが表でしょう。こっちとこっち、こっちが表ですね。でこういうね、ちょっと花が見えにくくなってるような葉っぱは少しこう間引いてあげるんですね。ではここで、ここのねフォームの部分をちょっとファンデーションワークをしていきます、まあ、その時にちょっとまず大きめの葉っぱのこのクロトンを入れますからね。はい、このように落とします。そしたらここでレザーリーフファンを使って少しこの間をね埋めていきます。はい、これちょっと手まり草を入れます。はい、次にこのピンクッションを入れていきます。でここでこのエメラルドウェーブを入れていきましょう。はい、そして最後にこのトルコヒヒョウを入れていきましょう。はい、ではこちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。最初に言いましたけれども、この植物のね表裏をよく見る、これが一番大事です。まあ、今回のねバンクシャー、まあ、この形になったのは、まあ、バンクシャーの顔がこういう顔をしていたからということになりますね。なのでこうデザインはもともとね、まあ、大きい装飾とかになったら、まあ、最初からこう決めていかなきゃいけない場合ももちろんありますけれども、まあ、このくらいのサイズだったら、まず決めてかからない方が素敵なアレンジメントはできます。なので、まあ、その装飾の用途によってデザインを先に決めてしまうか決めてしまわないかっていうのは決めると良いと思いますね。まあまあもちろんこういう植物の本当は顔を全部見た方が一番良い作品はできます。なので植物の顔をよく見て、デザインを決めてあげてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。いつもね、フラワー TV をお孫ちゃんと見てくださってる海老原さん、いつもありがとうございます。お孫ちゃんが作ったこう可愛いリースの写真をね送ってくださって、まあね僕もすごく感動しました。まあ、ああいうね小さい子がこのフラワー TV を見てお花を作ろうっていうね意識を持ってくださってることがすごく嬉しいですね。これからもぜひどんどん作ってみてください。ではまた。